師の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。火曜日のこの時間は何でもお邪魔隊です。八戸市内の様々な名所やスポット、施設などをご紹介します。こんにちは、小笠原千恵子です。今週も八戸市立図書館にお邪魔しています。主事の関口洋平さんに図書館の便利な利用方法などを伺いました。あとは様々な本がありますが、コーナー分けなどもされているところもありますか？はい、八戸市立図書館の本というのは基本的には全部ですね、図書受信分類法というのに基づいて並べられているんですけれども、これがなかなかちょっと初めて来た方には分かりづらいところもあるということで、特別にですね、例えば1階の児童コーナー内に子育て支援コーナーというのをうちの方で用意してまして、だいたい乳幼児をお持ちのお母さん方が知りたいような情報が載っている本を特別にまとめて、離乳食、子ども服、あとは育児、子どもさんのしつけですとか、そういうことに関する情報、あとは面白いのですと名付けに関する生命判断、これらの本、さっきの並びでいうと結構棚でいうと離れたところにあって、きっとお子さん連れて児童コーナーに行くお父さんお母さん多いと思うんですけれども、ちょっとこうそこでこう目に触れて貸し出しにつながればなと思って用意してました。もうない本はないって言ってもいいかもしれませんけれども、でも借りたい本が見つからない、これをリクエストしたいという時はお願いを聞いてもらえるんですか？はい、八戸市立図書館ではリクエスト制度っていうのも用意してまして、リクエスト用紙というのが1階に用意してありますので、そちらに本の情報を記入していただいて提出していただければ、市民もしくは市内に通勤通学されている方であれば1年間に8冊まででそのリクエストをご利用いただくことができます。はい、どうしても手に入らないとき、出版がもう終わってしまった、流通してないという場合はですね、これまた別に総合貸借制度っていうのもありまして、でそれも1回カウンターにあるので、それを書いていただければ、全国つつ裏裏どこかの図書館にあると思いますので、それを探して郵送で取り寄せると、それで貸し出すというふうなサービスもやってますので、基本的にはこの本が借りたいっていう要望には極力応えられるようにはしているつもりです。全国のネットワークがあるんですね。うちからも結構よく貸したりするんですけれども、多分その本が遠く大阪とか九州にしかないっていう時にも多分借りてくださると思うんです、その図書館から。はい、その時の送料とかっていうのはリクエストをお願いした方が負担しなきゃならないですか？いえ、こちらはですね、八戸市立図書館が持ちますので、同時に2冊まで頼めますので、全然遠慮などなさらずに申し込みいただければと思います。嬉しいですね、それは。そう言っていただけるとありがたいです。はい、でも図書館に来てこれを調べたいんだけれども、どの本かな、わからないな、この内容について教えてほしいなという方もいらっしゃると思うんです。そういう時には質問に答えてもらえるんですか？はい、八戸市立図書館、全国の図書館でやってるサービスとしてレファレンスサービスというものがありまして、調べたいんだけど調べ方がわからない、こういう本が欲しいんだけどタイトルはわからない、そういったご相談にいつでも対応いたしますので、普通にそこら辺歩いてる職員でも構いませんので、お声掛けいただければわかる範囲で職員同士で協力し合って、お客様がこれだって思えるような本を探すお手伝いさせていただきますので、お子さんがこういう内容の本読みたい、お姫様が出てきてとか、ちょっとファンタジー色が強いのとかって言われれば、いろいろ広報こっちで用意して、こういうのどうだろう、こういうのどうだろうっていうのを直接一緒に棚に行って探しますので。これは図書館初心者の方にも嬉しいサービスですね。ちょっと勇気いるかと思うんですけれども、ちょっとって呼んでいただければすぐ駆けつけますので、はい、ぜひお声掛けください。ではですね、近々のイベントをご紹介いただけますか？
夏休み期間中のイベントとしまして、図書館を使った調べる学習というのを昨年から八戸市立図書館ではやってるんですけれども、これは小学生の方々が図書館を使って調べ物をして作品を作ろうというコンクールでして、ゆくゆくは全国に作品も提出するような大きいコンクールなんですけれども、その相談会と7月の7日土曜日午前10時から11時半まで、まず講座ですね、大2階の集会室の方で開催いたします。講師は中村正種先生で、対象は小学校3年生から6年生の、児童さんと、あとその保護者の方々、定員は30名までで、はい、でその後、時間を変えて午後1時から4時までその相談会ですね、実際こういうことを調べたいんだけどもっていう個々の相談に対応する時間を設けまして、これは1回児童コーナー、本に近いところで行います。あとですね、1階のカウンターの前でロンドンオリンピック特集の展示というのを行います。これは7月の20日から8月の12日まで、今年はオリンピックイヤーですので本と一緒にオリンピック楽しんでいただければと思います。あともう一つ、お話し会というものもやってまして、季節に1回の大きいお話し会なんですけれども、7月の21日土曜日、2階の集会室で10時から11時15分まで、だいたい3歳以上のお子さん対象のお話し会になりますので、ボランティアの方々が来ていただいて、たくさん読み聞かせしてくれますので、足を運んでいただければと思います。読み聞かせ会は確か毎週木曜日と土曜日も開催してましたよね。はい、これは1階の児童コーナー内にある読み聞かせ室っていうところがあるんですけれども、そちらでうちの職員ですとか、あとボランティアの方々が読み聞かせやってます。はい、ぜひそちらの方も利用していただければ。さあ、それでは最後になりますが、地域の皆さんに一言メッセージをお願いします。八戸市の方々、すごい読書好きな方が多いと思うんですけれども、本当に市内の施設の中でも特に利用者多い施設なんですけれども、八戸市立図書館、そういう方々にはこれからもどんどん図書館を利用していただきたいと思いますし、ちょっと高校時代にテスト勉強した時以来来てないなっていう方々も、このラジオを聞いた機会にですね、図書館に来て話題の小説、ドラマになるような小説とか、あとはご飯の支度するようなレシピ本とか、そういうのもいっぱい取り揃えてますので、まあ最初は貸し出しなくてもいいですから、ちょっとこう歩いてみて手に取って本読む程度でも構いませんので、町からも近いですから、お買い物のついでに足を運んでいただければと思います。八戸市立図書館、場所は八戸市ぬかづかあざ下道長者公民館の隣です。開館時間は月曜から金曜が午前9時から午後7時まで、土曜日曜祝日は午前9時から午後5時までです。休館日は祝日の翌日、翌日が土日の場合は次の月曜日、毎月末の館内整理日、月末が土日の場合は直前の金曜日、年末年始、図書整理期間となっています。図書館の利用には利用カードが必要です。八戸市にお住まいの方、通勤通学をされている方、県内の図書館で作ることができる青森県内図書共通利用券をお持ちの方であれば、どなたでも利用できます。図書雑誌は1人5冊以内15日以内、 CD は1人2点以内8日以内の貸し出しです。電話番号は0178-22-0266、 22-0266 です。以上、何でもお邪魔隊、今週は八戸市立図書館でした。突撃八戸お邪魔隊、突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。